っていうのを、いつもやってる。聞こえるかな？作曲、なんかね、こんなことツイキャスしてどうなるのっていう人がおるかもしれないけど、僕はずーっとなんかこういうのをやってる。なんかツイキャスするのは寂しいから、しょうがないじゃん、寂しいんやから。で、これ今から弾くのは、誰だと思う？みんな絶対知らない、クラウディオ・メールロさんの、メールロさんの、カンツォン、ラ・ボビー。あ、やばい。これ前もやった。前もこんな感じで紹介してやったわ。なんか、ただのボテ老人みたいな感じになるところやった。思い出せてよかった。前もこんな感じでちょうど紹介してやった。こんなしてさ。まあ、僕喋ってもあんまり面白くないから。なんか、音楽を、だからなんか作業ついでに聴くとか、そういう配信、そういうのに耐えうる傷のない演奏を目指そうと思って頑張って配信してるけど、なかなかできてないけど、まあよかったら聴いていって、ありがとう。
声はね、聞こえたり聞こえなかったりするのよ。ステレオミキサーっていうのの関係でね、パソコンの中になってる音と、このカメラについてるマイクとで切り替えないといけないの。時間帯が深夜だから、近所迷惑だから、あんまり周りに音出せないなっていう。うん、革命だ。うん、そんな、治安悪いよ、革命がどうとかよ。よくないよ。そんな、暴力ダメ、暴力ダメ。暴力はダメ、絶対。あかんあかん。そんなんじゃなくて、もっと賢く解決するのが人間だよ。ダメだよ、革命とか、もう。素晴らしいです。素晴らしいと言われたり、ありがとうって言われたり、ひどいって言われたり、バカーって言われたり、いろいろするね、生きてると。みんないろいろ言うな、マジで。どれやねん、みたいな。まあ、いろんなシチュエーションやけどね、もちろん。もちろん、いろんなシチュエーションやけどね。いろんなことがあるよ、生きてるともう疲れるよ。だから寝ることが一番大事です。眠い人は寝てね。寝て、起きて、まだ寝足りなかったらもっと寝るべきなの。で、あんまり寝すぎてると手も鬱になるから、だから、こう、仮眠と過覚醒を行き来することが大事。っていうようなことを最近は僕は考えてます。ずっと起きてるとかね、24時間起きてるとかと、12時間寝るとかさ、そういうの。それでまあ調子を保ってるつもり。保ててないよ。今日腹痛で吐き気で休んだよ、仕事。全然保ててないけどね。だって7連勤やもん。休むよ。誰が7連勤もできるか。ふざけんな。まあ前の俺やったらできたけど今は無理。できないです。すみません。ショパンのいい曲を探してるけど、この鍵盤ね、なんぼやろ、鍵盤。そんなにない、そんなにないからでき、そんなに大したことは。ショパンはね、もう可愛い曲多いんだよ。でも、難しいんだよ、全部。最初はリストとかってめっちゃ難しいやん、超絶技巧やんって思っててんけど、僕は。小学生の時に超絶技巧の楽譜買ったりして、買ってもらったりして、そういうのに憧れててんけど、だんだんショパンの方が難しいんだよなって分かるようになってきた。これは多分ピアノ弾いてる人は分かる人いっぱいおると思うんだけど、ショパンの方が楽譜に書いてあることがとっても細かくて多い。神経質、ショパン。お、僕の大好きな曲が、今、こう、楽譜ルーレットしたら出てきたから、それを弾くわ。幻想ポロネーズ。
ごめんなさい、ごめんね。なんかこんなシンセみたいな音色でもさ、ショパンが弾けると思って途中まで頑張ったけど、やっぱりピアノじゃないと無理だ、この曲は。難しいわ。なんか面白くないというか、つまんない。ダメでした。ショパンは無理。こういうキーボードで、だからペダルのないキーボードやねん、やんか。だからもう座って弾いてるし。ペダルのない鍵盤で楽しめるのは、だからロマン派より前の音楽、ショパンより前の音楽になるよね。だから、それでバッハを弾くためにこのキーボードを買ったんだけど、練習するために、夜中にね。夜中でも鍵盤を練習したかったのよ、僕は。昔から。でも、結局バッハは、なんか難しすぎて弾けなくて、今は考えたよね。昔すぎて弾けなくて、バッハより前はどんな音楽があったのか調べた。僕は昔からなんか、ね、アンティーク なものが好きだから そういう中世の文化とかに惹かれていって、とっても調べた。僕は超、なんかカベソンとか、カバニリアスとかさっき言ってたスペインの鍵盤音楽がどうとか言ってたのは、あれは完全に中世の音楽で、1510年生まれのカベソンの音楽と、その孫ぐらいの世代のカバニリアスの音楽と。バッハがフーガを作る前から、フーガってもの自体はあったと。それはもともと声楽だったという。人が、誰かが歌ったのを誰かが真似したっていうところから、フーガが始まったという。で、それをキリスト教に取り入れて、すごい神聖な合唱をしてたのが、1400年代から600年代の、すごいルネサンス音楽って言われてる、全然クラシックよりもさらに有名じゃない。クラシック自体もなんかもうしもびになってきてるというか、みんなクラシックなんか聴かないってなってきてるのに、それよりももっとしもびなのが、古楽、このルネサンス音楽。みんな本当に楽しいのに、誰も来ないね。こんなに面白い世界に。まだハマる人はハマってこんな恐ろしい見た目になっちゃうんだよね。なんか、どう見ても異常じゃないの、この人っていうの。ああ、でもとりあえず枠取り直す。ああ、僕永遠にやってるから、去る人は去ってね。もう時間ないんだから、みんなは。ごめんね、なんか長くて。僕だってこんなずっとやってられるわけじゃないの。仕事もまたあるしさ、明日はまた休みやけどね。もう、仕事したくねえ、マジで。でも仕事をしないと生きてられない。精神的な意味でもね。お金もないしね、もちろん。こんなことを録画に残して意味あるのか。僕は録画を作るためにやってる感もあるからね、これは。ありがとう、みんな。